さあお客様、たくさんの食材をちょっとでも長く持たせたい、そんな方にはこちら、その名もバキューム級シリーズ。さあ使い方もとにかく簡単。食材を入れていただいたら二重チャックでしっかり密封、あとはこの吸い込み口から空気を抜くだけ。いきますよ、スイッチオン。おしまい。あっという間ですね。簡単ですよ、はい、もちろんこれお肉だけじゃないんです。魚でも野菜でも果物でも乾物でも、これ冷蔵物でも、はい、こちら冷凍物でもしっかり保存ができちゃうんですね。これ冷凍っていいですよね。いいです。しかも、しっかり空気を抜いとくと、ご覧ください、はい、冷凍焼きもしませんし、霜もつきにくいですから、しっかり保存ができるわけなんです。とっても綺麗な状態ですね、はい、しかも空気を抜くことによって細菌の増加も抑制することができますから、食材も長持ちするんです。なるほど。ですからキャベツもたった1週間でこの違い、これはすごいですよね。全然違いますね。ご覧の通り、本体はコードレス、電池式ですから、キッチンで場所も取らないんです。でも電池式ってなんか弱いんじゃないかってイメージがあるんですけど。気になりますよね、はい、でもお任せください。ちょっと実験です。今日500のアルミ缶を持ってきました、はい、いきますよ、指先一本ワンタッチ、はい、さあ感動する心の準備をお願いします。いきますよ、なんと500のアルミ缶があれをあれをという間に、ものの見事にぺったんこ、ここまでなんとしっかり空気を抜くことができちゃうんです。潰れちゃいましたね。だからこそ、食材の乾燥、酸化、湿気から守ることができるんです。すごい。袋は20cm×20cm の S サイズ、28cm×28cm の M サイズ、23cm×36cm の L サイズと3種類あります。食材によって使い分けてみてください。ちなみにこの L サイズ、3枚が切らずに4尾入ります、うん、まあたっぷり保存ができるんです。しかも袋が透明ですから、何がどのくらい残ってるのか一目瞭然、だから無駄が出ないんです。そして汁物や余ったお料理を保存するなら、やっぱりこちら旧コンテナ。袋では難しいものもこれさえあれば大丈夫。さあ余った料理を入れていただいたら、蓋をして4点でしっかりロック、はい、このまましまうと今までと一緒。そうですよね。ここからがバキューム9、バキューマー当てていただいたら、指先1本ワンタッチ、約10秒、5、6、7、8、9、10、なんとこれで簡単に真空状態。どのぐらいすごいかというと、もうロックを4点外しても、じゃんじゃじゃーん、液もね、汁もね、匂いもねは一切しなくなっちゃうんです。これ汁たっぷり入ってるのにしっかり止まるんですね。でも真空状態にすることで酸化を抑えることができます。鮮度が長持ちするから、しっかり保存ができるんですね。なるほど。しかも食べる時も簡単ですよ、はい、このまま蓋をして真ん中の弁を外すと空気が入るから、簡単に蓋が開くわけなんです。あ、便利。ちなみに弁を外せば、このまま電子レンジに入れることができるので、温め直しも OK。 さらに小分けケースもついていますので、お惣菜を小分けして保存したり、薬味を保存するのにも便利ですし、なんといってもお弁当箱として使っていただければ傷みにくいですから、とっても重宝しますよ。これはいい。さあここからが応用編。旧コンテナは中を真空状態にすることで、食材に調味料が浸透しやすくなりますから、調理時間の短縮にもってこいなんです、うん、これが真空調理。それこそおこわ、漬物、煮物、ワイン蒸しと、本来時間がかかるような調理も短時間で作れるってところがポイントなんです。なるほど。さらに、食材に浸透するということは、戻すのに何時間もかかる乾物もあっという間に水戻しができちゃうんです。商品にはこちら、専門家によるレシピブックもついてますので、どんどんチャレンジしてみてください。何を作ろうか迷っちゃいますね。ですね。さあお客様、もうこれさえあれば、あなたも今日から保存の達人、ぜひ使ってみてください。